2番パー4です。右ドッグのパー4ですね。これも短いんで、余裕で2オンできると思います。さっきのティーショットがここまで、グリーンの横まで来ました。でまあまあちょっとこれ難しいですね、このカップね。こんな感じで埋まってます。60度で行っていきたいと思います。バーディーパットです。決めたぜ。3番パー5です。この右ドッグの短いパー5となってますんでね、ドライバーをねフェアウェイに置いてウェッジで打ってイーグルを狙いたいと思います。そうです、ティーグラウンドから見るとこうなってます。ここからそうですね、あの真ん中のこのラインからフェードが理想的ですね。めちゃくちゃ完璧、真ん中からフェードボールを打ちました。イーグルですね、これは。ちょっと完璧だと思ったんですけども、なんか左のラフ突き抜けちゃってて、なんか目の前にこんな枝があるんですよね。ちょっと難しいです、これは。どうしたらいいんですかね、これ。ちょっと頑張ってみます。ピンまで145ヤードのちょっとフォローかな。なんで、ピッチングで軽く打っていきたいと思います。おー、うまく打てました。うまくここの間を抜けてって、ここにつけることができました。ナイスでした、ありがとうございます。結構近いですよ、このイーグルパット。これは決めたいね、これは決めたいよ、これは決めたいですよ、これはマジで。
はい、4番パー4です。打ち上げのまっすぐのミドルです。359ヤード。このグリーン手前のバンカーの手前に置きたいので、スプーンで打っていきたいと思います。いきまーす。なんとか耐えました。はい、ボールはここにあります。グリーンはこっちです。はい、ピンここで、ピンまで68ヤードの上りです。60度で打っていきたいと思います。はい、これがバーディーパットです。全然切れない。あー、よさ。5番パー4です。打ち下ろしの左ドッグです。頑張ればグリーン近くまで行くと思うんで、バーディーをしっかり取っていきたいと思います。いきます。左に。どこに行った、俺のボールがバンカーにないんだよね。バンカーにないってことはどこや、どこに行ったんだろう。バンカーかな。来ました。サブグリーンの奥のバンカーにありました。ここにありました。グリーンはこっちです。ここ、そこもちょっと難しいですね。感じですね。こんな感じのちょっと難しい感じですね。60度でいきます。マジか、難しいなこれ。ちょっとね、奥行っちゃいましたね、これね。はい、うわ、マジで。絶対入ったよ、今のは。マジか。はい、6番パー3、115ヤード、短いショートホールです。ピンはここに、ピンはここにあります。108ヤードのアゲンストなんで、50度で軽く打っていきます。
うわ、でかい。でかかったな。60度で打ちます。Yeah.